現下の状況を踏まえて、11月の14日まで、この月のアグマ出没注意報を延長をいたします。今年、県内で相次いだクマによる人身被害。目撃も去年に比べ多いことから、県は今年6月、8月末までを期限に、ツキノワグマ出没注意報を出し、県民に出没場所には近づかないなどの注意を呼びかけていました。しかし、先月の目撃件数は去年より増加。さらに今月27日には小諸市で散歩中の男性が襲われ怪我をしました。クマによる人身被害は今年度8件に上ります。こうした事態を受け、県は引き続き出没リスクが高い状況と判断。今日、注意報の発出を11月14日まで延長すると発表しました。秋のクマは冬眠に備えて餌を探し回るため、入山する際は大きな音の出るものを携帯し、複数人で行動すること、収穫しない果樹はあらかじめ伐採するなどの対策を呼びかけています。秋はクマが冬眠前まで食べ物を求めて広範囲に移動をいたしますことから、出没リスクが依然として高い状況が考えられます。引き続きクマとの不意の遭遇に注意をしていただきたいと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。